千葉種忠は、室町時代中期の武将、守護大名。千葉市の第十六代当主。父は、第十五代当主。千葉金種、母は、上杉禅州の娘。象徴元年8月に、高野山を参詣して、蓮華山満院と師団の契約を結び、今後下宇佐、ズ佐の高野山参詣者は動員を宿望にするように、定めたとする伝承がある。影響2年。 父の死により、家督を継ぐ。鎌倉久保、足利持氏が慶の室町幕府からの自立を、画策すると、関東官令、上杉乗実と共に勇めた。影響十年持氏が乗実討伐を計画すると、鎌倉軍に属す。しかし、武蔵高安寺にて、幕府軍の出動を知り、乗実との和議を結んで前後策を講じるように、主張して、 経戦を唱える柳田光助らと抗論に及ぶ。持ち主が万助の説を取ったために陣を退いて下宇佐島に移るが、その後のりざねに属して持ち主を攻め、翌年、上杉持友と共に鎌倉永安寺に遊兵されていた持ち主を討ち取った。直後の勇気合戦でも幕府軍に属して勇気城を攻めたが、柿津元年にのりざねと共に出家して、 家督を着難の種将に譲った。その後、持ち氏の維持である足利重氏が鎌倉久保として復帰すると、種自家は種将と共に、これを支える。京徳3年に種将が休止したために幼い次男の種則が千葉氏を継ぐことになり、種自家が貢献を行うことになった。だが、重氏が再び、上杉氏討伐を企てたために離反して、 上杉氏と共に、茂氏を攻撃する。これに対して、翌交渉元年に八大将軍、足利義政から種自家、種剣府氏に対して族である茂氏に組みせず、幕府に忠説を尽くしていることを称する、おうち書きが出されている。ところが、かねてから、親上杉派である種直と重心の炎上寺なお任に、不満を抱いていた叔父の幕張高種と重心の腹。 種サの連合軍が種ジカを攻撃。種カ・タ種ノリふしは千田省田後に逃れて防戦したが、同年8月12日に種ノリが自陣し、種ジカも3日後の15日に自陣して果てた。また、援軍に駆けつけた、日立国の大将、大津義もこの時に違いしている。これにより、加徳は、高種に奪われ、千葉市総家は滅亡した。 この事件を契機として、千葉氏は、次第に衰退してゆくのであった。9月7日に、弟の種剣も撃たれるが、老いの実種、地種兄弟は、交渉2年に武蔵まで落ち延び、幕府奉公衆、東上まと、大木谷植杉家火災、大田道館の支援を受けて孔種及びその子孫と、退治することになり、前者は、武蔵千葉氏、後者は、下佐千葉氏として分裂していく。 吉田正宏、中世東国における、西国への参詣、戦国、近世初期西と東の地域社会、橋詰修刊編、岩田書院、2019年6月。ISBN 978から4から 866020747P293 資料総欄第7編907冊682ページ 資料総覧第7編907冊688ページ、資料総覧第7編908冊54ページ、中根正と、室町中期の日立大上司、初集、高橋治編長、シリーズ、中世関東武士の研究第16巻、日立平氏 ISBN978 から4から864031677。ありがとうございます。